戦国の世、生死をかけて戦った侍たち。鮮血に染め抜かれた日本列島は今太平の世を謳歌しているかに見える。武士道っていうのはね、女性的精神なんですね。現代の暮らしに直接その用をなさない技に今なお磨きをかける男たちがいる。古武道に生きる男たちである。その年取ればですね、なかなか動かんでしょ。もうわざと敵に寄っていくわけです。面に寄っていくでしょ。筋上げて雲を動かん。武道とは本来必殺技を胸としている。しかしその一方で宗教との深いつながりを持っているという。それぞれの侍たちが命を賭して信じ守り抜いている流儀。己の身は己の力で守るしかないということを知り抜いたものの、最後にたどり着くところにあるのが武の道なのか。研ぎ澄まされた精神を求め続ける現代の侍たち。もうこの本当の武術というのはチャッといった瞬間もう終わりです。明日はないんです。彼らは古武道に一体何を求めているのだろうか。愛知県名古屋市に伝承される尾張貫流槍術は江戸時代に創設された。その名の通り槍に代表される流儀だ。その起こりは新影流兵法と言われ、修行する門弟の数はおよそ300、その半数以上が少年剣士たちである。尾張貫流はその技を他藩の侍に伝えることを禁じたため、尾張徳川の乙女流と言われた。その尾張貫流を継承する加藤家には、流祖上泉伊勢守から代々宗家に伝わる秘伝の巻物がある。まあ、尾張貫流と申しますと、もう一番最初は何から始まったと言いますと、この新影流から始まってるわけ。それでこの中にありますこの巻物、要するに伝書ですが、これは今までに公開したことがございません。我々に公開してくださった巻物は影目録と言われるもので、伝書と口伝により代々伝えられてきた新影流の正統継承者の証でもある。その数全4巻。尾張貫流槍術は稽古に始まり型に終わる。その最大の特徴は管を使うひねり突きにあり、ピストルやライフルの弾丸のように槍先が円を描いて突き出される。槍先についている赤い布は槍印といい、相手を撹乱する尾張貫流独特の工夫である。
円形の管を通りひねり出される槍は私たちの想像をはるかに超える破壊力を生み出す。槍の長さ12尺、およそ 3.6 メートル、重さは3キロ。その形は時代とともに、また攻撃に合わせてその形を変えてきた。朱色に塗られた槍は、免許皆伝を与えられたごく一部の者にのみ許されたといわれる。たとえ藩主家老といえども、技が身についていない者は、この朱塗りの槍を手にすることはできなかった。線を描きながら突き出される槍の破壊力。それは鋼鉄で作られた防具の面を軽々と押し曲げてしまう。一人前に槍を突き出せるまでにはおよそ7年ほどかかる。その尾張流槍術の繰り出し方を実際に取材に当たった天童ディレクターが体験してみた。でこうついたらこう早く下がるでしょ、はい、槍っていうのは引く時が大事ですね。そこからまっすぐ突き立ててください。なかなか思うように槍は動かない。踏み込みと手首の返しが一呼吸の動作で突き出されるようになるのは容易ではない。はい、ここでずっとこうついたらスッと、はい、そこから突き出して、はい、ほんでスーッと、もう少しもっともっと下げる。ほんで一拍してまた前へ出ます。ここまで、これ手を、ほんでここへ構えます。足があんまりひどすぎますな、はい、で、これ曲げて、で、できればこのついた時に肩がこう、こっちの肩が出るくらい、ね、新影流から生まれた尾張貫流。そもそも剣と槍は車の両輪のようなもので、剣を知らずして槍を語るな、槍を知らずして剣を語るなと言われる。この長さ、竹のこの長さは刀の胴寸の長さ、そして先が柔らかく割ってあります。ですから実際にこれで打っても決して骨の折れることもありませんし、実戦に役立つよう450年前に流祖により考案された袋地内。この袋地内で打ち込みの間合いを知る。現在の剣道の竹刀とは長さにだいぶ差がある。先人の教えをよく素直に守って、その教えをまず学ぶこと、それから今度は錬磨ですね。自分が錬磨すること、最後に工夫、これを三磨の位と申します。稽古とはただいたずらに人を傷つけるための技を磨くのではなく、己の信じる道へつながる精神を練ることが必要なのだと尾張貫流では門人たちを指導している。肥後熊本に伝わる大社流剣術、新影流から分派して作られた剣法である。危ない。
전시용을 세는 것은 진실도 펜쇼쇼 요쇼도 본쇼쇼 大社流の奥義は上下斜めに繰り出す剣にある。蹴る、投げる、斬る、まさに実践剣法である。ひとたび剣を抜いたならどんなことにも動揺しない強い心、不動心を練る。大社流では己の心に隙を作らないことに極意がある。敵の右胴腹にかけて切り込む。それを右のしのぎで左足を出して受けた。でさらにこれが足を切らんとするとプリッと回しながら左の肩に押さえつけるわけですな。とこの押さえつけられたこの構え重要とはさらにこちら下地の方が右を開いて敵の足を切らんとするんですな、はい、それを切らせんがために敵の肩を押して引かなさい。そのために敵は倒せんじゃけどな。抜いて切らんとするところを右しのぎで敵の塚元に押さえ込まれるな。これを防御するわけで、抜こうとするところを止めた。その矢先に敵の身を突く。これとどめた。大車輪の方ずっと自分が習得してしまうとどういう立ち続いて受けてきてもそれに対応するようなでな、そういう構えができとる中、その大社流の方、まあ実践憲法中ですから、そういうふうになってるわけでな、まあ、巧みにできとるんですから。例えば剣道とかでしたら、うん、面を狙ったところ、はいはいはい、そう思うとどういうふうに違うんですか。もう全くもう全部捨て身の私の構えでいきます。もう年取ればですね、体が動かんでしょ。もうわざと敵に寄っていくわけです。面で打っていくでしょ。もう筋上げてこんなのどうやったらどう切って完全にポンポン。応用がほんでいくってですよな。体の使い方、心の使い方、そういうやつを自分で工夫研究鍛錬すると本当にその大社流の真髄というやつが分かってくるじゃなかなかいうことを私は弟子には言ってるわけだな、はい、水球、水が球で月は流れって書くですもんね、はい、水球不流です。月影は川に映れども流れていかんでしょ、はい、適当な厳しきにも入ってきても自分の子は動揺しないということを意味しとるわけ。これがもう極意ですな。新影流から大社流が成立したように流派は時代とともに分派しその形を変えてきた。何故そのような形を取らねばならなかったのだろうか。所詮は実力の世界ですから、流儀から出てもその流儀 その先生よりも、うん、自分の方が強いんだと、こういう人間がたくさん出てまいりますと当然のことながらここで分派化されてくるわけですね、流儀を割ってくる。その先生から習ったこと以外のものを加味した場合、自分が独自に工夫した場合、これは普通流儀をそのまま使うことはできませんので、形の上で結局新しい流儀を作らざるを得ない。そういう形でその江戸時代初期になりますと100、200というふうにですね流儀が増えてくるわけです。薩摩藩のお流儀、
薩摩藩主島津公にこよなく愛されたその流儀は今もって鹿児島に息づいている。トンボの構えからひたすら撃つ。西南の駅で官軍を震撼させた次元流は一の太刀を疑わず二の太刀は負け、独特の兵法で一太刀の打ちと言われる。最初の一太刀に己の全身全霊を込めた力強い剣である。次元流にはその型稽古はあるけど野稽古ございませんよね今の。ないです。鉛筆立ちこういう型稽古にしてもただの型の稽古じゃないですよね。お互いに打つわけですから。打つっていうのは本当に当てるっていうの。当てて止めるわけですよ。次元流の場合ですね、一旦断った場合にちょっと待ってくれと、墓間の友達取ったり助けをしたり鉢巻きをしたりそういうことはしないわけですよね。でいつどういうことがあっても普段着のままでさっと物事に対処するという意味からですね、うちは稽古着は作ってないんですよ。削った木刀も使いますけれども普段練習する時は丸棒といってユスの木ですね、そろばんの玉になる木ですけど非常に硬いんですよね。こういうやつは縦木を打ったりするし、小さいこういうものは鉛筆とか、だしにはこういう紙こよいで作った壺を使うわけですよね。こういうふうにして、こういうふうにして使うわけですね。でいくら打たれても大丈夫だっていうわけですよね。まあこの壺ももう今じゃ僕一人しか作れなくてですね。でこういう小指を何百本かやっぱり準備して、そして作るんですけどね。やっぱし一人で作るものですから2、3回使うんですよね。一つ作るのに一日ですね20本ぐらいしかも手が痛くなるんですよ。こうしぐらっとします。これはもう本当顔を打ったらもう大変な、げんこつって言ってもげんこつの方が負けるんですよ。そもそも次元流は天真正次元流といい、天真正伝香取神道流の流れを組む流儀で、天正16年1588年に流祖東郷肥前の神中尉が京の善吉和尚よりその剣技を学び、さらに薩摩の地で大社流と天真正次元流を合体させて編み出した剣法で、流祖以来の姿のままで今に伝承されている。まあ品物も巻物にしても300点とかありますし、そういうのも虫干しもせないかんし、それから現在は県の重要文化財になっているもんですかね。でこれもやっぱし火災に遭うようにしなきゃいかんとか、もうやっぱしこう結局自分の代じゃなくて次の代まで何とか残そうという気持ちでやってるもんですからね。で非常にこう苦労が多いと言いますか。現在日本国内に残る古武道は200とも300とも言われている。古武道の備えていなければならない条件とは。
武道という場合、いわゆる古武道という場合にはですね、やはりそこでその殺す殺さん、いわゆる生き死にの問題というのが前提条件として入ってくるわけです。ですからどのようにきれいに言いましても、古武術古武道というからには一撃必殺とよく言われますけれども、相手に対して一撃でその殺しうるような術、これを持っているということが最低限の条件となってくるわけです。いや、やった、いや、はっ、いや、はっ、いや、えっ、はっ。今に残る流派の中で最も早く成立したのは下総、現在の千葉香取に残る天真小伝香取神道流である。流祖飯田佐長井祭は香取神宮の麓にございます、梅木山普段所跡というところにこもりまして、そこでいわゆる一千日の修行をいたしまして得得したものがこの香取神道流であります。その普通主の神、香取神宮の普通主の神の直伝であるということで天真小伝の香取神道流と称しております。600年20代にわたって継承されている香取神道流は、新影流の流祖上泉伊勢の神や牧伝流の塚原牧伝、さらには豊臣秀吉の軍師竹中半兵衛など有名な流派門人たちを世に出した香取神道流が憲法の祖とも言われるゆえんである。技の一つ一つがですね、どういう形でどうなってるかって分かんないんで、はい、説明していただけますか。これはね、はい、こんなにパツンパツンやったら、はい、日本刀でやったらもう刃こぼれだらけ、のこぎりみたいになっちゃうんですよね。ところがこれは盗まれないために、型をね、盗まれないために隠してるんです。本当の打ち込むところをじゃあご覧になりますから、こちらが円の構え、そちらが今度はね、この振りかぶり方、この振りかぶり方は兜の前立て、前立てやクワガタがあってまっすぐにこう上段で取れない時のこういう巻き打ちになるんです。それで遠心力を使ってるんです。これ技が大きくないと切れないんですね、甲冑をつけた方ですから、はい、それで出ていって手だれで手を封じてつくんです。それでスッと下がりましたね。今度はまた面、これはさっきは受けてましたけど、稽古は受けてますけど、本当は首取っちゃうんです。時間は同じなんです。はい、受けて、時間同じなので受けておいて、今度は打ちももですね、これを押さえておいて打ちもも、この人間の体は全部この内側で動脈がもう出てきてますから、それを狙うんです。下隠しに隠した。なるほど、うん、親子兄弟同門たるとも他県他言いたすまじく候こととあるんですよ。うまくできてますね。できてます。お分かりですか。分かりました、はい、ありがとうございました。長いものをですね、振って今、この中でですね、周りに当たりませんよね、全然。これは何かうまく回すコツとかあるんでしょうか。やっぱりその間合いと、それからあれですか、手の棒のさばきですね、これが大事かと思います。香取神道流の場合ですね、他流派と、槍の違いっていうのは何か特徴的なものありますか。そうですね、突く時こうひねり突きというか、はい、普通貫流なんかはスッとこう、はい、管槍でやってますよね、はい、あれやっぱりこのひねって脇の下に挟みながら作っておいたところが特徴かと思いますね、
今 こちらでこういうふうに立てましたね。あれこれはどういうことですか。ささがくれ体験の鎌ね、こうやって来るならクリッとその時にこう構えちゃう下段にして、これこうやってたら着ないからね相手が。ああこうそれで来るでしょ体かわしてね、こんなになるこんなになるほど入るんですよ。だからガッパッといっちゃうの。これ浮きられたから今度またこれ払うね。だけどもグーサインね、こうしてどう、うん、これメインとくる、メインとくるやつはこういうのね、引けばもう体感者がバーンとこっちの手にもこっちの手にね、巻いたら黒スッと下がってね、これを突きを見せる鈴割れないで、バッと首をつけてね、これを外して回りながら、うん、いい武器なんです。いい武器ですけども、今度は立つの方でこれを押さえるんです。何でもないです。バーッと来てくるわけ。ね。そうするとこれがこう入る。これはもうこれですよ。もう終わりだけどもこう入って。それで今度は相手を面を欲しいんですね。その時にこうやったらまた戻っちゃうからバーッと来るわけ。ね。だからこういくの。こう。ここで追っていっちゃうんです。動きなんだ。こっちへ来た場合はバーッと来た場合はこういう手をこう返すんですね。そうこれで見てだからこう入ってきたらタタタッと脱いでたと全部こうして殺してでこれがこういったら入っちゃう離せないほんでこういうこう入ってどうしようもないですよこっち行くしかないですね。こうしたら、こうやっちゃう。そういうふうにもう絡んでいくわけ。で、これをこういうわけ。でも、そうですね。こっちへ絡んだら、こう。逃げようがないですね。逃げようがない。そうして押さえる殺すわ長者は全てこれ橋かかるって言うんです。橋かかるっていう。橋かかる。橋かかりかけないと、これ離したら得られますから。このソリを利用して随分戦い法があるんですよ。刀のソリを利用して。このままずーんとついてくるやつを刃をこうしていればそれでね、それていっちゃうんですから、それで一番切れるところはこの切っ先ですね。物打ち三寸くらいこの辺10センチくらいのところが一番切れるんです。だからここへスッと入りましたね、はい、入った時にこれバターンと叩かなくてもいいの。こんなに力入るんですよ、グッと引っ張ったらね、これ手ごん使ってこんなに引っ張ったらあっという間に熱いと思った時はもう背骨まで行っちゃって、こんなものを何に来たってダメ。で刀は引いたら切れるんです。怖いですね。その代わりか刀の弱さはこれが一番弱いです。胸あれだけイールな世界一の日本刀でも棒でヘラを作ったら刀がダメ。だから叩かれても刀強いなんて叩かせたらいっぺんでいく。だから刀の強さと弱さをよく熟知してないと武道はできませんね。したがってこの長物でやられた場合にこうやって持ってたらダメなのね。固定なんか切れないです。これはもう十字材だからこうやってこう持ったらもう正眼になってるのね。こんなことやってたらとても固定なんか上下から切れませんこれ、ね、この渦固定をこれを切ったらね鎧の
ここは縫い目ですから、これをセッと切ったらこのくらいヘッとやればもう動脈いっちゃいますから、首をグッといけばもうこのくらい押し込めば半分いっちゃいますから、それほど切れるんですからね。ゴケモテメーンってくるでしょ。さあこれでもう、はあ、ね、下から下から動脈切っちゃう、パッ、はあ、これで終わる。あのトゥーッと出るでしょ、動脈だから。自分の名前ずびてかける、そのくらいでいきますから。これ押さえていただいたら仕事にならないし、だからこう構えて仕事にならない、ね、これで終わる。うん、20秒くらいでいい気持ちになってくる。リッチ、自分の名前書いてるやつの見回ってくるよ。ね。そうなの。あっ、だから打ったつもりの半分もくれなくなっちゃう。で相手の刀はこっちへ流れてくる。ほぐってくる。それからこんなのもあるんですよ、メーンってくるやつは。これは瞬間的な手が切れていません。これは刀持っちゃってるんですね。持って相手の瞬間的に、ね、これ踏む、足を踏んでいる、うん、それでこれをスッと戻して下っ腹に。頭を狙ったら必ず疲れますから、はい、ね、体減られてゾーンってきますから、食い通しになっちゃうから頭なんか狙わないの。こう構えてる。これは手で胸ですから、ええ、手で落としながらこれを取っちゃう。ね、こういう極意もあるんです。これ痛くないからね、これちゃう。なおつけるんです。これはもう下へ行っちゃう。攻撃と防御が一緒です。一緒です、ね、ね、だからあっという瞬間でも勝負は終わりなんです。これ固定落ちちゃいますから、落ちたらもうあの転倒しますからね、バランス失って、そういうことになって、だからもうこの本当の武術というのはキャッって言った瞬間もう終わりなんです。明日はないんです、うん、だから試合方式 の今武道と言われている試合方式のものは、負けても来月こそ、来年の大会こそってあるでしょ。ところが本当の武術はもう死ぬか生きるかの極限になっちゃってるのね。生と死の極限の場なんですよ。だからもう一瞬相手より自分の方が遅かったらもう明日はないんですよ。だから全部瞬発力の連続なんですよ、稽古は、ね、それだけ厳しいんですよ。はい、ありがとうございました。日本刀というのはね、世界の人々から恐れられていた理由っていうのは、折りず曲がらずよく切れるんですよ。それで大和魂と一緒にね、恐れられていたんです。本質的には武器ですから。このね、薄い方 の刃の方は硬いんです。焼きが入ってるから。それでこうして切った場合に、この場合には切れないんですね。引いたら引けないんです。引いたら刀の重さだけでも切れちゃいます。弱い部分というのは今度は胸打ちですね。こうしてこれを打った場合は、こっからバクッと口開いちゃうんです。刃の方が耐えきれないんです、この衝撃が。でビュッと来るやつをこれで弾く場合ね、相手の来るやつを胸で弾く場合は、こうして叩くのと全然力が違うんです。力が逃げていますから。この刀には弾い打ってくるやつをピッと弾いた場合には、全然これには力が加わらない。だからよくここに入っているのが刀がたくさんありますけどね。だから刀はしのぎでここで受けたら折れてしまいます。だから受ける場合は歯で受けなきゃいけない、やむを得ず受ける場合は。だから受けるよりも本当は体をかわして切るのがいい。受ける間があれば切れって言うんですけどね、戦闘流では。いや、えい、あっ、えい、いや、はっ、えい、はっ、いや、えい、いや、はっ、
私の場合は居合しょっちゅうやってまして、いつも始まるまでは怖いと思います、常に怪我をした人とか、稽古中に手を切ったとかそういうのを見て、時間場で見てきましたので、それで始まるまではやっぱり怖いですね。いまだに何回やっても最初はやっぱり怖いです。で、居合の場合だと霊式がありますよね。霊式というので心が落ち着いて、それで怖くなくできるっていう。だからいつでも刀は怖いっていうのが内心あります。居合術というのは各流派とも姿勢を低くして戦う方が多いですね。あるいはなぜかと申しますと、夜座敷にいる時に突然敵の襲撃を受けた時に、とっさにまず暗灯を消して、ふっと消して、それで床の間を刀を持って居合腰を作りながら姿勢を低くして戦うんですね。本当は明るい場所で敵が攻めてくるのが分かれば、立って刀を抜いていた方が戦いやすいでしょ。なぜああいう格好するかというと、見えないための姿勢を低くするんです。先ほどですね、あちらでこう待ってられてですね、回転させる技がありました。おいでなさい、ね、あれはどのようにやられてるんですか。これを打ってくる、小手を打ってくる。これをおいでなさいってわざわざ隙を見せて、でこの小手はええとこう打ってで、これを払って下へ落としてバーンと。だからこれは早いの。早いですよ ね、こう打ったらパッと払ってボンとくるから。だからこの場合も受け方はこうやって受けたらダメなの。いくら自分の面は防げても金銭そっちの方だ、相手の頭上の上でこれです、全部こう受ければこう相手の頭上の上の金銭がない、ね、だからパーッと入る、受けながら入っちゃえばつける。武道を習っているとだんだん武の怖さというものが分かってきますからね、武道をやるといいと思いますよ。武術というのは世界の格闘技の中で、日本では武術と言いますけどね、世界の格闘技の中で弱くてもいいなんていうものは一つもないんですよ。全部強くなければならないんですけども、その強さをね表へ出したら即暴力ですからね。うちの流祖の飯直公は、敵を撃って勝つ者は本当の勝利ではないって言ってるんですね。戦わずして目的を達成するのが本当の勝利だぞ、敵を撃って勝つのは第2番目だと、そう教えてるんです。平らな方でなければいけないって言うんです。だから本当の信用を積んだ人はおとなしくなりますよ、ね、やったら相手が大怪我しますからね。兵法、兵法は兵法でなければいけない、男子たるもの兵法を知らずしてあるべからずって言うんですね。普段から襲われるような、相手から襲われるような言動を慎むことなんです。だんだんそういうふうになるんです、相手を傷つけないような。だから間違って足を踏んでも、あ、ごめんなさいってすぐに出るんですよね。剣槍薙刀の他にも武芸十八般に数えられる技として手裏剣がある。手裏剣とは忍者が使っていたと思われがちだが、実際には一番簡単な飛び道具として用いられた。このバランスですね、このバランスによって距離が出たり短かったり、多少技術によってこれは割合距離の短い時に使う手法ですけど、もう少しこうバランスを違えるともう少し距離が出るという関係もあるわけですね。いわゆる銃器、鉄砲なんかのあれと同じで、振ること遠心力で出ていくことによって、これかなり守つあれしていくわけですね。これが筒の役をしているわけですね。
うちの方も柔ら36箇所あるんですよ、これを持たれた場合とか、これを持たれた場合とか、手を掴まれた場合とか、これこうやられた場合とか、36箇所あるんです。耳持たれた場合って、これは頭部なんだけどね、これ痛いってやったら引っ張っちゃうでしょ、グッと押さえる、これやる、はい、これを持って、持って、顔を上げろ、そうそうそう、で押さえてよ、あのそこに、ね、髪は、髪も同じ、同じ、ね、だからこれを両手でこう持ってさ、こんなのパラッと外れる、こうやって、面白いですね。こうやってここで外れない、ね、こう持ってくる、ははえ、どのように両手で持ってる、これも外れる、ブラチくらいで持ってだから当てぬ、顔面の当てぬなんか、ここでやったじゃダメなのね、あの目の低い人は当たんない、目の中で当たんない、これも、そう、どの指が入りますから、こうなりますからね、こんなに効くんですよ、スナップ、蹴ったりする技もあるんですか。蹴る技ないんです、当てるのはありますけど、と関節みたいな、はい、関節です。だ一本背負いもあの柔道がこうでしょ、ここはそうじゃないかね、はい、逆入ってるんですか、で降りちゃう、脱臼しますね、これはついてきたのして、あ、ついてきたのもんだから、これでいいのね、それで折れちゃう、折れちゃう、これも刀と似てますね、同時に、武士道っていうのはね、犠牲的精神なんですね、自分が死んでも大勢の人が助かれば、これからやろうと思うこと、己のことを知っている人のためには命を捨てても惜しくない気がなりますね。仏教もそうなんですね。仏教も腹滅の行といって、自分は命を捨てても大勢の人を救えばそれがいいんだと、こんな言葉がありますよ。仏教の究極は亡故利他、その一言で終わるんだ、己を捨てて他の者を救うということね、亡故利他、利他、他に利を与えるっていうね。古来より伝えられてきた天真正伝香取神道流、今は堅実に代表されてはいるが、その姿は総合武術であったことを私たちに教えてくれた。武道家たちは古武道を教えることを生業にしていない。東京は葛飾区で建造業を営む近藤さん、普段は図面引きから電話の応対まで15人の従業員を抱える会社の社長さんである。もしもし、はい、近藤、あ、近藤でございます、あ、どうもいつもどうもお世話になりまして、こちらもどうもありました、はいはい、いやとんでもないです。はい、了解いたしました。はい、了解いたしました。よろしくどうぞ。夜ともなれば多数の門人を抱え、大東流合気武術を今に伝える東京総支部の宗家代理である。合気とは、一瞬のうちに相手の攻撃力をそぎ、相手を制する精妙な技である。
相手が、本来こういうふうにですね、剣を抜いて切ってかかります。それを素手で対処します。はい、と先ほどここに小不足の鎧同士を持ってましたので、ここへつきます。これはちょうど甲冑のですね、胴が開いてる脇のこの急所をですね、鎧同士もしくは脇差しで刺します。それをなかなか一本剣で表しております。とで両手で押さえた関節よりも下で押さえます。これ上に持ってますと鉛筆が入ってきます。鉛筆が入ります。ですから必ず相手の関節の下を押さえます。柄を両手で持ちながらこちらに入ってきます。これもこの関節、急所ですね、急所のとこを押さえ、己の丹田下に相手を崩します。で、脇をけこみながら、槍で突くようなつもりで入ります。これ聞いております。はっ、とどめを刺します。大東流合気武術は甲斐武田家と会津松平家とに分かれ伝承されていた武芸で、明治になって中興の祖と言われる武田宗閣によって今に継承されてきた。武田宗閣の時代になって士族だけのものであった大東流が一般に開放されるようになり、歴代門人の中には合気道の祖とも言われる上芝森平の名も見られる。元宗家武田時宗氏の時代に入り、広く人々に伝えられるようになった。本来技というのはですね、全てそうなんですが、受け身は取れないんですね。全ての技は受け身取れないんです。ですからこの技はもう一本取りにしてもですね、塩投げにしても受け身は取れません。それをですね、手の内を緩めることによって相手に受け身が取れやすくしてあげてるわけですね。ですからこの場合もこう入ります。でこう入った場合ですね、ここで入るわけです。ここでですね、ここで一箇所ちょっと離してください。2箇所、3箇所と聞いております。あっ、痛い痛い痛い。ですからこのまま投げたら折れるわけですね。このまま投げたら、その手の内をこの手の内を緩めます。緩めた状態で投げるわけですね。投げますよ。両手を取ってください。両手を取った時にですね、この瞬間にですね、持たれてからじゃなしに、この瞬間に合気をかけます。はい、どうぞ。合気をかけます。ごめんなさい、大丈夫ですか。いや、大丈夫。合気をかけます。で合気をかけてこのまま抜き道へ入ってですね、このままこっちへ、こっちへ投げられます。痛いですね。いや、痛いぐらい。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫。はい、ちょっと、じゃこれで投げていいですか。はい、いいですか。じゃ折れちゃいますね。折れちゃうでしょ。これじゃ折れちゃうんで、危ないから手の内を緩めるわけです。緩めてこういうふうに投げてあげる。痛い。いや、それ痛いですよ。痛いですね。暴漢にですね、女の方が襲われた時に、役に立つ護身術なんていうのはありますでしょうか。そうですね、まずやめた方がいいでしょう。あの女性がですね、まあ、実際私たちもそうなんですが、実際に役に立てるようになるにはですね、やっぱり20年30年かかると思います。ですから女性にですね、そういうふうなお役に立つような技とおっしゃいますけどね、まずそういうふうな場所へ行かないということ、それからそういう環境を作らないということですね。例えば黒い暗がりへですね、一人で行くようなことをしないとか、そういう環境を作らない。それからもしもそういう場面に出くわしたら、まず逃げるということですね。ですからそういう技をですね、まあ、1手2手教えてですね、それが役に立つということは、生病法は汚れもとって言いまして、かえってですね、自分の身を危なくさせますので、そういうことはやめた方がいいと思います。合気の処方は胸を突いて相手を崩すこと、
そして究極の合気は鍛えた精神、心から出る力で戦わずに相手に勝つことだという。はっ！水術は古くから武道の一つとして奨励された。小堀流陶水術は肥後熊本の細川藩に起こったもので、1700年代初めにその流儀が確立した。はい、立ち上げ始め。はい。陶水術の特徴は文字通り水を踏むことにある。立ち泳ぎのこの足の動きは踏み足と言われる。はい。この立ち泳ぎの基本としましては、思い切り股を開いてしっかり水を下へ踏みしめると。水面から見た動きでは分かりづらいが、水中から見た足の動きは確かに水を踏んでいるのが分かる。稽古によって鍛錬を重ねると、上体を水面から上に出すことができるようにもなる。目標から目を離さず広く見て前方を確認しながら泳ぐ、これを目付けという。戦いの場において常に相手をよく見ることができるように考えられたものである。水の流れは一定ではない。激しく流れる場所や下から水が湧き上がっている場所、時には渦を巻いている場所など、その場に応じて泳ぎ分けるよう技が編み出されている。鎧なんか重たいものを着て泳いだなんかする場合に、これ15キロぐらいあるからね、それは普通のものじゃなかなか泳げない。だから浮き出す気をするわけだ。浮き袋を中はひょうたんをくりぬいてあるから、ひょうたんを袋の中に入れて馬にもつけてるわけ。ああ、馬にも浮き出す気をつけて。そうだ。流祖小堀長順が細川藩の水練師範となってから10代。午前泳ぎの優雅さは特に有名。小堀流陶水術は単なる泳法技術ではなく、水中での戦いを想定した紛れもない武術なのだ。まあ何でもそうだけれどね、途中でやめたらもうダメですから、必ずやりだしたら続けてやることが大事じゃない。現在戦いのない世界においても刀は作り続けられている。刀は日本の文化、しのぎを削る、切羽詰まる、反りが合わない、元の鞘に収まる、そして真剣勝負など、刀から出た言葉は現在も数多く生きている。日本人と刀は密接な関係にあったのだ。現在の刀工たちは何故に刀を作り続けるのか。刀っていうのはね、武器であって切れるために作って、ね、そのためには形が良くなり地金が良くなりね、そして切れるためにそのいい焼きが入って焼き場も綺麗だと、そういうね、機能を満足するためにね、した上でそこに芸術性が出てくるし美しさが出てくるんで、だから最初から美しさを求めようと思ったらもう刀じゃないわけだ。戦うことのない刀。しかし人々は今もって刀に魅せられている。これからも刀は数多く作られていくことであろう。林崎無双流の流祖林崎仁助重信は、奥羽山形の林崎明神にこもって鍛錬、居合術の奥義を開眼したと言われている。その居合術発祥の地、林崎の居合神社には全国の剣術家たちが後を絶たない。
居合の主祖元祖ですね、林崎純介親友の武功がここで生まれて親の敵を取るために一生懸命ここで剣の修行をしたということで、主に刀ですねを昔大事にしおった刀を奉納するということが随分ありまして、その刀もここに神社に置けば非常に危険ですので私のうちに保管してありますけど、刀を奉納することは魂を収めることに他ならない。豊後の国、今の大分県の領主のものだったと言われる刀、豊後の国おさひで、刃渡り三尺五寸。林崎仁助重信の林崎無双流、その奥義は一体どこにあるのか。純文との勝負だ。戦後は純文と、ああこんなバカくさいことしておらんないと、こんな難儀なことしていらんないと、こういうわけで途中でやめればそれまでなんだね。その苦しみとかそういう壁を破って進むところにこの妙というものが分かってくるんだ、呼吸法が、うん、みんな苦しむんだ、初めは そこに来ると、うん、みんなこう参ってしまうんだ、うん、自分が、うん、こういうのに向かないでないかなと、うん、こういうふうな疑問が出てくるんだ、うん、それを破らないとダメなんだ。林崎無双流、その居合の技は禅寺の住職でもある奥山観禅さんによって生き続けている。岡山市から少し離れた小高い丘の上に岡山理科大学がある。学問はもちろんのこと、スポーツも盛んなこの大学の学生たちに Kobu を選ばせたものは一体何だったのだろうか。少林寺だとか、はい、武道と言われるものいっぱいあるでしょう、はい、なぜ Kobu だったの。やはり Kobu というのは演武しかないですよね。やはりあまり自分人とやって勝ち負けとかいうのがあんまりつけないんで、こういう演武で自分の己に勝つというですか、そういうのがやりたくて始めました。古くから伝わるものというのをやっぱりこうできればこれからも残していきたいというような感じの気持ちも今ずっと4年間やってきて出てきまして、そういう部分からもずっとで 古い伝統みたいなものに惹かれてっていうのも十分あってやろうかなと。これからまだどん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 代が変わっていって続いていくとは思うんですけど、はい、後輩たちにどういうことをきっちりやっていってほしいと思ってますか。そうですね、やっぱり、大学4年間しか、期間がありませんので、もうその間に、できるだけ多くのその、
技、それとあと精神を学んでほしいと思います。学生たちが指示した技は400年前に創設された柔術最古の流儀、竹之内流柔術である。流祖より一子相伝として口伝を持ってこの地に伝承されている竹之内流柔術。竹之内流腰の周り小具足というのが流儀の名称。小太刀や拳を駆使する組打ちを中心にした総合武術。戦国時代の合戦で白兵専用に編み出されたものだと言われている。一に当て、次に投げ、止めてるところ尺宅というツボ、実際には極地という痛いツボがあるんですけど、その隣の尺宅を抑えます。グッと相手は反り上がります。柔道と柔術、この大きな違いというのはどういうことだと考えればよろしいでしょうか。まずこの、竹之内流をはじめとする柔術、柔道の元になっているんですけれども、特に当て身があります。壺への当て身、これがまあ第一という、これがまあ柔道と柔術の大きな違いになろうかと思いますね。相手の壺、もう人間の弱いところ、弱いところ、そこにとどめを刺して、自分なりに生き延びていくという技が今に続いているんでしょうね。一子相伝をもって代々伝承された竹之内流柔術。一子相伝であるがゆえ、人には計り知れない苦労もある。特に竹之内流一子相伝というので、家に代々伝わってきたんですけれども、さあこの重みというもの、これはずしりと感じますね。ここのところでもし絶やしてしまったら、今までのその流儀が何だったんだろうか、ちょっと考えさせられますね。私自身としてぜひとも伝えたいと。で特に、竹の治療が続いてきたのが一子相伝で、親から子へ、またその子へ、またその子へと伝わってきたわけです。ちょっとここで火を消すわけにはいかないですね。正直な気持ち、はい、ご自身が、はい、小さい頃から、竹の内流の柔術をやってこられて、投げ出したくなったりとかしたことないですか。そうですね、正直なことを言いまして、ないとは言えません。で、あんまりやらなかった頃もあったんですけれど、またちょっとやってみようかななんて、そうですね、今はやってみようかなって思ってます。一番何を大切にやっていきたいですか。そうですね、武は心と言いますから、まず技と共に、心も磨いていきたいなと、そう思っています。気分がぐっと上がるなります。実際に
この技の中にあの心を今感じてるという話がありましたけれども、うん、そこまで気づき出したかと思って頼もしいです。一子相伝がゆえの難しさ、一子相伝がゆえの儚さを超え時代は流れている。時代の流れの中において古武道、その精神は今もって脈々と生き続けている。今の日本人がなくしてしまった、忘れてしまった何かが古武道の中にあるのではないか。武士のはずというのは主張でしょうね、よくあの葉が暮れにあるでしょ、あの武士とは住むことと見つけたるとかってね、侍はただ責任を果たせないから腹を切ってお詫びするでは本当の武士道ではないんですね。失敗したらしても生涯かけてそれを償いをすることが本当の武士道じゃないかと思いますよ。あの修行のためでね、人間的なものを失ってはならないんですね。やたらに試合をして相手の命を絶ったる、そうするとその子供たちや家族はどうなりますか一体ね。だから本当の信用というものは臆することなく、つつがなく全うして子孫の繁栄も図っておいて、それで初めて修行の後が評価されるべきじゃないかと思いますね。戦いに勝つために編み出された武道、極めれば極めるほどに命の重さを知る。誰もが戦いを望みはしないのだ。古武道に生きる現代の侍たちは口を揃えて、武道とは己の心を磨くこと、相手の心を思う優しさだという。古武道の達人たちが語る言葉の中に日本人がなくしかけている何か、その答えが隠されているのではないだろうか。